3人、これが清潔に見てる人の人数。企業さんってあんまりめったに。こっちにはどこ？駐車場。そうだね。住民が多いので、民生遺産とか、あと一般住民とか。ヤクルトさん。そうですね。ヤクルトさんが出ましたね。ヤクルトさん。から買いに。本当に買ってないね。まあ、番組の性質上、それもあると思う。自分たちが聞きづらいっていうのも。最近は聞ける気がする気が、あ、あと三木不動産とか、不動産ぐらいですよね。まあ、ほら、宅建業組合とか、うん、あとは JC ぐらい、あ、コラボが増えたってことですね。団体まで出てる。あと10秒で始まる。出てもやらなくてもギノワン JCG タイム。皆さんこんにちは。宜野湾 CG タイムの時間です。この番組は宜野湾市社会福祉協議会の企画制作でお送りしております。そして今日もですね、宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾のスタジオから生放送で午後5時までお送りしたいと思います。皆様今日も最後までお付き合いください。そして今日の担当は地域福祉推進係の赤峰舞と、はい、同じく地域福祉推進係の阿田光と同じく和受涼子です。そして FM ギランの山内です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は素敵なゲストさんをお招きしてるので、ワイ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 ガヤガヤと行きたいと思うので、はい、サクッと進めます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、そしてこの番組ではメッセージも募集しております。797@fmginowan.com 797@fmginowan.com となっております。また FM ギノワンではインターネットにてサイマル放送も行っております。スマホで聞くこともでき、アプリリスラジオダウンロードしていただいたらいつでも聞くことができますよ。そして YouTube ライブとツイッター、ツイキャスで映像も配信してますので、はい、そちらからも気軽にコメントできますので、皆さんぜひぜひ参加してください。はい、はい、っていう感じで今日も幸せをつなぐギノワンチュイジータイム始まりますなんて番組レビュースさんでスポンサーにしていただきます。はい、すごいですね。うん、いっぱい話すこと多そうですね。何ですか？あ、レビュースさんが、うん、そうだよね。結構県外の人3月11日水曜日、宜野湾 CG タイム始まりました。この番組は宜野湾市社会福祉協議会の企画制作でお送りしております。さてこの時間はふくふくトークとなっております、
ゲストを紹介するコーナーになっており、まあ、地域活動だったり、実際行っていることなど、いろいろ一緒に話していくコーナーになっております。はい、じゃあ早速自己紹介してもらえますか。はい、では、はい、では変山さんから、はいはい、株式会社レキオスの変山と申します。今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして、はい、株式会社レキオスのアグニアズサです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、株式会社レキオス、ちょっとド忘れしちゃった。大丈夫ですかね、私。ちゃんとやります。ちゃんとやります。株式会社レキオスの後藤真希乃と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はレキオスさんです。はい、今日はなぜレキオスさんの登場となったのでしょうか。遡ること、はい、青年会議所とやった未来へつなぐ地域連携っていうJCの、はい、あのやつから、はい、レキオスさんの存在を知り、名刺をいただき、はいはい、アポ取って企業訪問をし、はい、先月行われた宜野湾中学校区の競技隊に参加してもらったって、はいはい、そしたらすごいなんかこの地域のこといろいろやっているとか、うんうんうん、福祉のことをやっているっていうのがあって、うん、もうぜひ社協ラジオにまず出てくださいってお願いしたっていう経緯です。なるほど、あのいろいろ地域貢献というか地域活動に参加されているという、はい、実はレキオスさん、後藤さんもそうなんですけど、何度かうちにも出ていただいて、はいはいはい、そういった、地域活動っていうのもちょっと話してもらったりもしたんですが、うんうん、すごいなって思っています。思っています。参考にしたいなと。そう、急なお誘いに応じてくれて。あ、そうなんだ、はい、あ、すごいですね。先週にそうですね、声かけたんですよね。1週間程度、10日1週間程度だったと思います。競技隊終えて1週間程度出てくださいってお願いします。はいはいはい、あ、本当にありがとうございます。ありがとうございます。宜野湾中学校区のその競技隊、はい、まあ地域会議みたいな、はい、タウンミーティングみたいなやつなんですけど、ざっくり言うと、はい、それに、まあ、参加されたということですが、はい、それぞれやっぱり皆さん感想をちょっと聞いていきたいですね、はい、どんな感じでしたか。はい、参加をしたのは私と後藤の2名で、後藤さんとアグニさん、はいはい、参加させていただきました。はい、でこんなに活発な、うん、地域があるんだなと思ってすごく驚きました。企業さんとか、あと民生委員の方々もたくさん参加してて、20何名とかいらっしゃったんですよね。で、非常に心強いなと思いました。私たちも、まあ、地域とつながっていきたいっていう思いがあるので、はい、こんなに仲間がいるんだなっていう心強く思いました。なるほど、はい、確かに参加するまではわからないですよね。そうですね、ね、こんなにね、なかなか、はい、熱い、皆さん熱い思いがあるっていうのは、はい、なかなかね、やっぱり初めて参加したらびっくりするんですよ。こんなにいる。そうなんですね、うん、自分なんか普段やっているから、ね、逆に企業さんが参加して、うん、なんかそのつながることがなんか最近はすごいなって思って、はい、なるほど。後藤さんはいかがですか。はい、私のところの、ちょっとグループ、競技隊の中でも、グループワークみたいな感じで、はい、いろいろな地域の方たちとお話をさせていただきましたけど、その時にやっぱり地域を盛り上げたいけど、例えば今回出たのが婦人会の皆さんからの悩みっていうところがあったんですが、婦人会に加入率がだいぶ悪いと、うんうん、で、まあ、私もやはりちょっと福祉をかじってる身としてはやっぱり地域のつながりがちょっと希薄になりつつあるっていうところから、子ども会がちょっとなくなっちゃった自治会があったりとか、うん、そういったところもありましたので、やっぱり本当にね、身近な問題なんだなっていうふうに感じたところでした。で、うちは一応レキオスのグループ会社で、まあ、レキモとかやってますので、そこで、まあ、通信の広がりとともに、はい、やはりコミュニティって部分で、うん、地域だけにとどまらず、やはりいろんな人と、まあ趣味が合うとか、そういった人たちがやっぱりコミュニティ作って、地域にちょっと優先順位としては地域にこうコミュニティを作るっていうのがちょっと離れる原因なのかなって
いう話もあったので、うん、そこを逆に逆手にとって、まあ、じゃあそれではあの通信を使って逆に地域に呼び込むような形で何か提案できないかなとかですね、そういった形であの課題をちょっとあの、ね、ウィークポイントをあのチャームポイントに変えるみたいな、ちょっと無理ありますけど、そういう形でやっていけたら一番いいのかなっていうふうに思ったので、やはりあの地域の課題を掘り起こすっていう形での協議体はとてもあのいい会に参加させていただいたなっていうふうな感想を持ってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいですね、歴史力強い参加長すごいですね元気になります。嬉しいです。やっぱ普段と違うなと思って雰囲気が、コメント来てますよ早速、はい、武蔵さん、はい、山内さん、宜野湾社協の皆さん、そしてゲストの変山さん、あずささん、はい、牧野さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はい、すごい名前全部分かるってすごいね。聞いてすぐパパパパパって言ってますね。あ、そっか、すごいね。手なのか、あ、手しか打てないです。ごめんなさい。何でもないです。はい。はい、すいません。ごめんなさい。避けますよ、もう。すいません。すいません。ごめんなさい。はい。どうぞ。はい。はい。はい、というわけで、うん、あの、今日はこのメンバーでお送りしたいと思うんですけど、早速、はい、レッキオスさんっていう会社を、まあ、知ってる方が多いかと思いますが、改めて、うん、あの、変山課長からどんな職場なのか、そうですよね。地域以外のこともね、はい、いっぱいやってらっしゃいますから。そうですね。はい、簡単に、説明させていただきたいと思います。はい、当社の株式会社レキオスは、ビジョンが住みよい社会づくりというのをビジョンとしております。素晴らしい。その中に3つの目的がありまして、うん、子どもたちの未来を作る、おじいおばあの安心な未来を作る、うん、地域を元気に、地元企業の活性化というものがございます。で、企業の成り立ちとしては、代表が19歳の時に立ち上げた、創業33年になります。19歳で、19歳です。すげー。で、代表がですね、幼少期、母子家庭でして、アパートを借りる際に、連帯保証人さんが探せないとか頼めないとか、そういった、ある、そうですね、はい、課題が心の声が聞こえた日が頼みづらいとかですね、思、はい、うようにお部屋が借りられないといった経験がありまして、はい、で、まあ、生活の基盤である、住を誰もが安心して、はいはい、借りられるようにと、現在の家賃債務保証のシステムを県内初、そうなんですね、多分日本初だと思うんですけど、はい、いち早く立ち上げて、うん、現在はあの業種、まあ、事業領域は多種多様にわたっておりますが、すべ、うんうん、はい、てはあの住みよい社会づくり、まあ、人々が安心して住める社会を作りたいという理念のもと、業種業態にこだわらず目的企業ということで活動しております。はい、今ね、家賃保証も当たり前のあれになってますよね。すごいですね。このビジョンがあって、ちゃんと明確な目的をちゃんと立てるっていう、こうなんか去年研修したような記憶が社協もすごいね。すごいですね。はい、じゃあ、まあ、そのね、授業の中でどういった地域活動、はい、地域貢献だったり福祉的な活動をしてるかっていうの、はい、してるんですかね。はい、まず行政との連携の支援をしておりまして、はい、公営住宅の、はい、住宅の管理をしております。で、嘉手納町だったり、うるま市だったり、浦添市の、市民住宅育て支援港川住宅っていうのも、そこにもあの家賃債務保証の導入を入れたりですね、うんうん、システムを入れたりとか、高齢者の方々だったり、うん、子育て世帯、あとは一人親世帯の方々が保証人が探せない場合にスムーズに入れるような家賃保証を導入しております。この市営住宅とかのっていうことですか。ですです、はい、大きいですね。管理をだいたい市が管理してるんですけど、はいはいはい、そこの家賃保証だったり、はい、まあ、いろんなものを、まあ、レキオスさんが委託を受けてやって、そうですね、管理をしてるってことですよね。すごいね。すごいですよ、はい、結構。あとは、いわゆる団地を、ね、団地、はい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 、そうです、そうです、はい、あとあの2008年2月から居住サポート事業をちょっと開始しまして、はい、現在は7市町村から、受託をしております。こちらもあの障害者の方々のお部屋探しのサポートをさせていただいている事業で、はい、まあ、相談に始まり、物
険探し、入居後の相談継続支援というものをやっております。まあ、障害があっても地域で自立した生活が送れるようなサポートをして、またアパートのオーナーさんだったり不動産会社の方々に、理解を求め、障害者の方々の理解を協力を求めて行っております。どちらもね、なんかそう住まいをサポートするっていうか、社協さんでも取り組みそうな、そうです、内容ですよね。そうなんですけど、さすがにね、家賃を保証するっていうのがなかなか難しいよね。結構財源持ってないと、ね、変な話、本当ですよ。代わりに家賃を払うってことですよね、何かあったら。ですよね、その保証をしていくっていうことですよね。はい、で、レキオスさんという、やっぱりね、そういう企業があるから、家主さんとか不動産屋さんも貸せれるっていうことですもんね。そうですね、はい、保証してるからね。逆に住んじゃった方の中身をサポートするのは社協は多いですけど、結構見守り活動とかそういう相談を聞くっていうのは、はいはいはい、すごいですね。はい、他にありますか。あとはうるま市の、団地の、集会所を活用しまして、はい、すみません、これ今団地の集会所活用で今悩んでる3人だったから大丈夫です。子どもの居場所作り事業という運営を、我が社の方で行っております。でこちらは週3回ですね、団地の子どもたちを、週3回アジマーヤという、アジマーヤ、はい、行けまして、子ども食堂を行っております。まあ、食事の提供だったり学習支援、まあ、宿題とかの手伝いだったり、生活支援などを、子どもたちの生活の教育だったりですね、そしてお住まいの、子どもたち、あ、まあそうですね、ご家庭以外で子どもたちが安心して過ごせる居場所づくりとして取り組んでいます。あ、はい、結構レキオスさんの会社は不動産にはならない、中心は不動産、中心は不動産をしつつ、こういったこの住まいに関するサポートとか、まあ、居場所づくりを展開しているって形ですか。はいはい、そうですね、はい、不動産と福祉をちょっと最近、まあここ何年かは、ここかけて、はい、こうやって何人働いてたらできることなんですか。単純に素朴な疑問、素朴な疑問です。メンバーは120名ほど現在在籍してます。メンバー、社員何なんだろうと思っちゃった。メンバーって言ってるんですよ、社員のこと。320名ぐらいです。へえ、その社員の方々が子どもの居場所でやってるわけではないですよね。あ、では、はい、すみません、全事業レキオスグループ、はいはいはい、全事業でです。すごいな、そういった子どもの、居場所だったり、家賃保証、はい、その市営住宅の管理とか、はい、そういったことをやっていらっしゃるということですよね。はい、これがやっぱり先ほどの企業理念と、一致するということですか。はい、どうしても子どもたちの未来を作るとかですね、はい、おじいわの安心な未来を作るとか、うんうん、まあ、地域を元気にするということ、はい、先ほどのアジマヤのそうなんですけど、うんうんうん、そういった、子ども食堂を作ることによって子どもたちが安心して家庭以外の、はい、場所にいられる、うんうんうん、でそこで今は家庭菜園もしてるんですけど、お、大根と人参と、いや私ではない、なんか似合う、やりそうやりそうですよね。子供たちと一緒に、はいはい、作って、うん、楽しく、あとは学んで食べるみたいな、あ、食育みたいな感じで、農育っていうんですか、あ、はいはいはい、もう行っております。これはもうレキオスさんの事業としてやってるんですか。いや、こちらも、子どもの居場所づくりの事業っていうのは、はい、うるま市さんの方がやられて、うん、そこをうちの方が運営をしている。ああ、なるほど、はいはいはい、委託、はい、運営してるという、はい、すごいね。すごいですね、うん、結構なんか今までこういう福祉的な委託事業って福祉団体とか、うんうんうん、社会福祉法人とかが多かったんですけど、はい、こういう企業さんが入ってくるっていうのもすごいいいなっていうのがね、やっぱりそれも最近ちょっとやっぱり増え始めてる気がするんですけど、うんうん、それはやっぱりレキオスさんが先駆けみたいなとこがあるんですかね。そうなんでしょう。うち家賃債務保証で、はい、どうしてもですね、私はライフサポート課っていう課に属してるんですけど、はいはいはい、家賃が遅れてくるお客様、はい、どうしても
滞納に陥っちゃう、方々にはさまざまな事情があって遅れるんですけども、うんうんうん、そことあのよりその方たちと寄り添って何が原因なのかとかいう、うんうん、あのアドバイスなどをさせていただくんですけど、うんうん、どうしても私たちで解決できない問題だったり、うんうん、本人だけでは解決できない問題だったりっていうのを、うんまあ、行政の方連携して、はい生活の、再県をですね、立てていますので、うんうん、どうしてもあの福祉の方とはつながりを持っておかないとというところもあります、ね、すごいですね、うん、そんな中後藤さんも遺体の後に何かつながったみたいな、はい、あったみたいですけど、うん、いきなりですね、はい、そういうなんか振り方になっちゃうんですね。あ、はい、競技隊でね、メンバーにあの一緒のグループのメンバーになった、包括センター宜野湾の、はい、方と、ちょっと翌日ですね、もうすぐにあのアポを取って翌日、あの私 が、ね、問題だなってこれ どう思いますかっていう、うんうん、あの課題を逆にちょっと質問、こちらだったらどういうふうな対応されますかっていうところでの情報をちょっとあの共有させていただくっていうところとお知恵を拝借して、はい、あの参りました、はい、うそういう形でやっぱり地域と あのネットワークを広げることで、うん、やっぱり企業側としてもあの生きてくるっていう形になると思うので、はい、ぜひそういうあの地域の課題とか、うん、私たちも私たちでやはり課題とするところがあるので、はい、そこをうまくこうあの組み合わせて、うん、あのいい相乗効果でいいような方向に持っていけるような部分があったら一番いいなっていうふうに思っていて、うんうん、一人の、まあ、ケース、この先ほど遠山があの言いましたが、まあ、家賃滞納の方で、うんうんうん、まあ、独居の老人の方でとかっていう場合に、はい、やはりあの福祉サービスが必要になってくるんですが、うんうん、はい、そこがちょっとグレーゾーンってあのよく、ね、あのうちの業界で使いますが、グレーゾーンの方で、はい、やっぱりあのサービスの利用の要件に引っかからない方、はいはいはい、けどやっぱり困ってらっしゃる方っていう方がいっぱいいらっしゃるんですよ、うんうん、そういった方々に一応あの私たちはあの滞納があれば見つけることができるんですが、うん、それを解決するためには企業の努力だけではちょっとやっぱりままならない部分がやっぱりありますよね、あの行政とかですね、うん、あのもちろん社協さんの力をお借りして、はい、あと民生さんだったり自治会長さんだったりとか、うんうん、いろんなところとあのつながってようやく一人の方をあのちゃんと生活ベースを整えることができるっていうのがやはりありますので、うんうん、はい、そちらでやっぱりとてもあの、はい、お勉強になりましたっていう話です。あ、競技隊がなんかまとまってましたかね。大丈夫ですか、ね、全然大丈夫です、はい、全然大丈夫です。いいですね、やっぱこうなってね、地域とつながっていって、はい、また何か新たに生まれてくるっていうのが、はい、すごいいいなと思うんですけども、はい、実際僕レキオスさんのこの宜野湾の、はい、オフィス、あ、はい、あちらオフィス、はい、はい、本社になりますか。すみません、あのちょっとですね、挨拶が遅れて申し訳ないんですが、宜野湾の方たちに、はい、2年半前にですね、本社機能、おもろ町にあった本社機能を宜野湾に移しまして、はい、あ、そうなんですか、はい、活動を行わせていただいております。ですよね、オフィスになってますよね。はい、そうです。あ、はい、よかったです、はい、なんかね、行ったらいろんなこのスペースがあって、広い、うん、あ、そうそう、なんていうんですかね、うん、はい、なんかあの研修室、はい、うんうん、企業、いわゆる企業っぽくないというか、うん、そのなんていうんですかね、なんか開放感がありますね。そう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 、はい、あそこはどのようにこう、うん、あれしてるんですか。はい、あちらはですね、まあ、当社のレキオスクラブというものがありまして、はい、企業体で400社ぐらいですね、はい、入っております。はいはいはい、でまたあの個人の、お客さんもいらっしゃるんですけど、はい、オーナーさんだったり、はいはいはい、で月に2回から3回、うん、勉強会だったりセミナーだったり、はい、っていうのを行っております。うーん、なんであの、まあ、以前私、はいはい、あちらはどこでしたかね、認知カフェ、あ、認知のカフェ、城山、はい、うん、団地の、はいはいはい、あちらでも活用はできるのかなと、うんうんうん、なんかこのカフェとして場所提供とか、はいはい、はい、じゃあいろんな地域の方々にもそのあちらの場所を活用していただくという感じなんですか。はい、今後は、そういうこともできるんじゃないかなと、うんうんうん、まあ、個人的に思っております。第2、第3、はい、ね、第2弾、第2、第3弾、第3弾とか、ね、第4弾、これから、はい、うん、
練っていくって感じ、うん、なるほど、はい、すごいいいあの場所だなと思って、ね、はい、ちなみにこのレキオスクラブというこの、まあ、いろんな研修とかってやられてると思うんですが、はい、どんな研修とかがあるんですか。まあ、そうですね、あの不動産会社様が主なんですけども、不動産会社様に、はい、まあ、最近でいうと民法改正が4月1日から始まりますので、そのセミナーだったり勉強会だったりっていうのを行っております。うん、はい、なんかもう気軽に使わせてとかって言っても大丈夫なんですか。はい、全然大丈夫です。あ、じゃあ早速次年度の広報員の講座会場にそんなのもいいのかな。いいんですかね。自分あの FM ギノワンさんとよく広報に関する人材育成をやって、はい、YouTube とか、はい、SNS とかの講座をやってるんですけど、はい、その講座の会場とかでお借りすることも可能だったりとか、はいはい、可能だと。おお、じゃあ今度相談させてください、はい、人数規模とか、ね、そうですね、はい、なんかテンション上がりますよね、企業でできるね、なんかね、綺麗だし綺麗だしなんかね、設備とかもね、はい、はい、いいですね。それも一つの社会貢献だとは、はい、地域貢献だと思っておりますので。なるほど、はい、素晴らしい、素晴らしいですね、はい、では、はい、そろそろお時間となってきましたが、最後にあの皆さん PR したいことってありますか。はい、何かありますか。あかねさん、何か言ってきますかPR したいこと、はい、はい、どうします。アナウンサーになる、アナウンサーになる自分の PR ですか企業の PR じゃなくて、そうですね、自分の PR をしてもらう、うん、じゃあ、はい、企業の PR でも近々何かありますよとか、レキオスクラブにぜひ参加してくださいとか、何でもいいですので。あ、そうですね、はい、あの弊社は、まあ、たくさん の, あの事業があるので、はい、まああの明日前に関する不動産会社かとか、はい、家賃保証かっていう、うん、あのまあ、今自分に関係ないかなっていうところだけじゃなくても、はい、何か、まあ、あの通信とか、うん、あのインターネットで肝とかもあるので、はい、困ったことがあれば、うん、ちょっとレキオスに問い合わせてみようかなっていうような、はい、あのイメージで持ってもらえれば、何かしらのお手伝いだったりつなげることができるかなって思います。素晴らしい、はいはい、じゃあ皆さん、もし気になることがあったらレキオスさんに連絡をしていただけたらなと思います、はい、でまた気になるようでありましたら、また社協ラジオにゲストに出ていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、それではお時間となったので、せーのさよならで終わりたいと思います、はいはい、それではせーのさよなら。ちなみにその場所とか、はい、1時間どれくらい。一応今ですね、はい、椅子だけでしたら60ぐらい。なんかこう1回目の基礎講座とかは休息ですか。うん、いいかもね。あのあれですか、ネット環境とか使えるとか、スクリーンも大丈夫です。あ、じゃあネット必要さね。YouTube と SNS と、ライター、記者ライター講座と、チラシ作成講座と、このやってること、好きなことを PR できる人材を育成して、地域のいろんな活動を広報できる人を育成していこうということで、今年から一緒に企画して、若手が多いですよね。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。